さっきこれでね、あれしましたけど、はい、何ちょっとあのもう一つありまして、はい、じゃじゃーん、見ました僕も。何これ、クモンおらん時に届いたやつなんですけど、はい、うちのお母さんが、おお、パンティーやだっけ、パンティーなわけあるか。うなぎでございます。そう、ひつまぶしでございます。真空になってて、湯煎してご飯にかけるだけでひつまぶしが楽しめるという、ね、そう、最高のやつを。超美味しそうや、めっちゃ美味しそうなやつを送ってくれて、2個なんですね。うん。シェアハウスしてることはご存知？うん、多分あの動画も見てくれてるし。 あ、マジで？うん、あ、そうそう、ありがとう。3人で暮らしてるってことは。あ、そう、あ、してます、うん、はい、どうすんのこれ。俺やわな、その…え、何がってわけだけど、俺やわな。いや、さすがに納得できるんじゃない、世間が。いや、俺らさあ、これどうするでっていう話だね。それはいつまでとかあんの期限ね。これはね、いつやろ、あの時って書いてるわ。え、終わってるやん。めっちゃ美味しそう。いや、そうやね。とろろをかけてうなとろ丼にもなります。うえぇ、あ、今めっちゃ食いたい。お出汁と刻みのりをかけてうな茶漬け。まあ、ええー、な。おのおのが、うん、こいつは食べんでええやろっていう人を言うていこうか。ええや、あんたええんちゃう、食べんでっていう人指させばいいと思う、うん、指さしていこうか。せやな、せやな。ちょっと待って、これワンチャン決まるくない？あ、一回な、まあ一回な、せーの。絶対にないやん、それだけは絶対にないやん。じゃあまあ俺らか、それだけは絶対にないやん、うん、でもおろせ、おろせ、おろせ、それブレーな。頭の悪い指。だけはないやん。なんでなんでちゃうやん。じゃあだから、うん、ここでさっきも言ったその概念が出てくるやん、うん。フリーと勘分けと所有者とっていうで言うと、あんたはこれにしがみつくのはおかしいやん。あんたはフリーなんだから。まあまあ確かに ね、それはそうだ、そう、うん、俺の概念あれやと一個は俺のもんそうなっちゃうな。俺でもめっちゃうなぎ好きやで。面白いけど、うなぎ好きさ、うん、プレゼンする、うん、あのさ、何金土日ぐらいに食わん。ああ、なるほどね、うん、一斉に作ってどういうこと、どういうこと、ちゃんと分ける。あ、ちゃおう。ああ、金土日なんか週末とか土日とか。あ、めっちゃええな。あの土曜の牛の日とかも言うもん。そうそう、なんか土曜っぽいね。いやいや、めっちゃええやん。俺週末あんまおらん。え、あ、え、うわぁ、あっち、そう、そうなのだよ。残念だよ。悔しいな。残念だじゃなくて、その方向で行こうとしてる。今週末とかどうな。じゃあ、あかんやん。週末までよ。え、週末。しかもこれ、週末にお食べください。週末にお食べください。なんか今日なんでやねん。開封後はなるべく週末にお食べください。なんでこいつが決めんねん。書いてるわ。タイミングは自分で決めるやろ。そんな案はなしやろ。なんか、あれか、用事があるの、うん、週末、うん、うん。なに、その、仕事か。いや、彼女を。うん、にゃいと会うから、うん、その家おらんやん俺。体で飯食うやん、うん、いや飯食うで言うたら別に来れなくてもお前ら飯食うやん。俺がひつまぶし食いに行くんやったら分かるけど、まだ俺食わへんからひつまぶし。あ、じゃあこれを機にひつまぶし口やめれる。これを機にひつまぶしを食いに行っては。口やめれるかな。うん、いいんじゃないか。あ、もしくはやめたらええやん、もうひつまぶし。どういうこと。タバコもやめた、お酒もやめた。これを機にお前ようやめるやん。人の断固たる決意を。お前なんかすぐやめるやん。お前なんかすぐやめるやんか。続かへん。よくない方法に取れる。お前なんか物続かへん。逆に継続できてないから。うん、うなぎもいつもみたいにこれもやめます言うたらね、動画でお前ひつまぶしやめます金丸みたいな感じだったらええんけど、お前さ。皆さんひつまぶしやめれるすごいって言ってもらえるんで。ヘビーひつまぶしユーザーですっていうコメント来るわ。うなかすですっていうやつが来るわ。金うな50日前。コメント来るわ。じゃあ食いたいわ俺も。じゃあどう決めるかやな。そうやな。まあでもどっちかや。もうあのひつまぶしを取るか
彼女を取るから。じゃだから、なんで週末に食うの？週末に食べてくださいって書いてある。してみいや、お前。どこに行くの？色が違うやろ、お前。バカだよ。バカだと、お前。バカや、当たり前やろ。試験監督おったらやられてるやられてるんだぞ、お前。苦いやで、ほんまに。今でやん、今。まだ全員飯食ってないんやから。今食ったらいいやんけ。なんで週末じゃないとあかんねん。もう、週末の方が特別感あるしな。うん。まあ、それはそうや。今日、何？今日何？水曜日？今日水曜日。水曜日の昼間にうなぎ？なんでなんで？もうバイブス下がってる。バイブスで、うん、3月の後半に紅白歌合戦あるみたいなもんや。下がる下がる、そんなそんなタイミングでやってどうすんねん。じゃあ土曜の牛の日にだけ食えや。うなぎ好きをプレゼンしようよ。うん、俺帰省したらめっちゃ食う。うなぎめっちゃ食う。食いに行く店がある、うん、ぐらい好き。お前は？俺は思い出があるな。何？その昔付き合ってた彼女と、うん、その誕生日の日、うん、その土曜どうしやって、うんうん、で、うなぎの食うか言って、うん、食って、うん、でも、おごってくれて、うん、めっちゃそれぐらい好き。俺と宮ちゃんやな。ごめん、確定やわ。確定やわ。失礼やわ、うなぎに。きっしょい、きっしょい。なんで、うん、そうやね、いつもよく言うけど、まず言うのももちろんあかんけど、うん、思いつくな。そんなことは、そんなエピソードあなたは家でガンガン寝ててください。か、カットでもう一個言っていいよ。今のくだりカットで、うん、俺はからもう一回始まっていいよ。うなぎ好きをアピールしてほしい。俺は帰省したら、うん、もう絶対食いに行く店がある。うなぎ、うんうん、ぐらい好き。なるほどね。なるほど。俺は、うん、うなぎ好きな思い出があってさ、昔彼女とホテルでうなぎ食って、うん、でもほんまに好き、それぐらい。まあなるほどね。なるほどね。あんたはなんか形好きやな。強い。もうよくはお前ちゃうやん。お前ちゃうやん。一番弱いやん。煮る、なんかあかんやん。くねくねってしてる。元が好き。元のうなぎの形がもうその面白いな。じゃあ分かった。みんなで食べようか。うん。うん、今食べようや。俺はもう最初から正解導いてたで。え？二つ一気にやって、もう三つで分けるのが一番ベストだなと思ってたよ。うん。そこまで至ってないよ。何が痛い？もうあと一人消さなって思ってたよ、最初から。ちょっと何が痛い？何が痛い？俺だけやで。三人で分けるって最初から到達してた。じゃあなんでそんな新しい亀裂を生むね、うん、もう今まで3人で食べようみたいな感じで、ててでそれで言うと別にそのな、うん、発想はあったわ、うん、あったよマジ